ハンバーガまあそうなんだけどね。子供がピリピリ開けると喜ぶって言ってたよ。はい、総武本線の日向駅前に来ました。北海道産レシチン入り牛乳、ビーボの、自販機ですね。非稼働ですけども、500円玉が使えない昭和57年以前の、自販機ですね。はい、3連製です。
当たりのね、ルーレットが結構大げさな昔ならではの自販機ですね。美味しさいっぱい、楽しさいっぱい、このキャッチコピーもなかなか素晴らしいですね。はい、日向駅前の北海道産七輪入り牛乳配置販機でした。ライトが照らすものは心の闇なグレイ、不安挫折とかあといくつも乗り越えるだろうかな、は思いならばせめて止められたくはないんだ。ベイサイドウェイ、ベイサイドウェイ、ベイサイドウェイ。はい、こんにちは、コッシーです。東京ドイツ村に向かっております。天気は、まあ、あまり良くないですね。先ほどというか朝は雨が降ってました。道の駅タコで、まさかの12時間以上滞在しまして、ゆっくり休むつもりだったんですが、車中泊3日目ということでね、自分のイベントが日曜日にあったんで、今日が水曜日なんで、1月火水もう4日間ね、まともに布団で寝てない状態でございます。とりあえず今日は、レトロ自販機巡りの3日目なんですけども、例えばうどんとかそばの自販機とかハンバーガーとかね、食べ物の自販機ではなくて、瓶のコーラのね、古いコーラの自販機が東京ドイツ村にあるようなので、今そちらに向かってるんですけどね。あとは、まあ、先ほど、日向駅の、北海道レシチン入り牛乳のビーボの自販機、そして、あとコーラの廃自販機が2箇所情報があるんで、まあ、それを見に行って今日は終わりかなという感じなんですけど、なので今日はレトロ自販機風量は全くいただきません。まあ、ピンコーラの自販機が、まあ、1年前ちょい前ぐらいの情報なので、今でもあるかどうか、まあ、行ってみないと分からないんですけど、まあ、そんな感じで今日は、千葉茨城のレトロ自販機巡りの最終日ということで、行ってみたいと思います。現在時刻はもう15時16分ですね。行ってまいります。東京ドイツ村にやってきました。ここにね、瓶のコーラの古い自販機がねあるってことで、ちょっと探してみたいと思います。今後ろの建物入ったら、売店ばっかで、こっちがバーベキューレストランみたいなところで、どうやらゲームコーナー向こうの方にあるみたいなんで、ね、ちょっと行ってみたいと思います。そこに、瓶コーラ自販機があるみたいです。行ってきます。
ーラ自販機があったという情報をもとに、東京ドイツまで来てみたんですが、どうやらこの新しいタイプのにリプレイスされてしまったみたいです。もっと大きいね、押ボタンが近くやつがあったんですけど、しょうがない、これコーラいただいて帰ろうと思います。ありがとうございました。正月ポット研究所コッシーでした。